大吉ポッドキャスト一旦ここにいます どうも、博多大吉でございます。さあ、今回で第48回ですが、先週に引き続き、今回もこの方がゲストです。どうも、南海キャンディーズ、山里亮太でございます。どうもどうもお願いいたします。お願いします。あの、この後のスケジュールなんですが、私はルミネザ吉本に行って、2回漫才やって、で、IMM シアターっていうね、後楽園、はいはい。で、東京ドームの近くに。こけら落としにさんまさんがやってたお刺身の。はい。さんまさんが名付けたよね。そうです。生きてるだけで丸儲け劇場で、この前初めて行きましたけど、はい。行ったことあるないんですよ。ない 客席が変んかこう、まあ、段になってるのよ角度がついてて、はい、客席にさんまさんの顔がこうね椅子にデザインされてて<ー>大きなさんまさんの顔があってあ、うんまあ、お客さん座るから本番中全然見えないし、はい、お客さんも見えないんだけど、はい、<laughs> そういう劇場があって、はい、で初のイベントがあって東西南北っていうタイトルだったかな、はい、東と西と北と南の漫才師が集まって4組。 やるっていうイベントが始まったのよはいトンナンシャーペイって呼ぶのかで北が高安土年まあそうですねで西が中川家うわで南が僕らはいはいまあそうですねこれがレギュラーメンバーで要は東京からゲストを一組呼ぶっていうイベントがこの後あるのあへえいやいいイベントですねで1回目のゲストが爆笑問題さんなえそうすごいよね めちゃくちゃすごいですね。だけんだと思うけど、はい、花丸さんが今朝になって急に新ネタショーやって言われて。今朝うん。<す>まあ、おとついぐらいからなんとなく言ってたけど、<laughs> 新ネタどうなったみたいに言われて。はい。いや、待ってくれと。わしも忙しいんじゃと。<laughs> <laughs> はぁ、あ。<laughs> ウーバーイーツじゃないんだいと。<laughs> あ,あなたね、頼みは出るってもんじゃないんだから。<laughs> チップくれるじゃないですか、チップ。<laughs> なんか、ヒントはくれるんやけど、こんなネタどうっていう。こんながもうデカすぎて。<laughs> <の>なんやろうな。だって、これも情熱大陸で見ましたけども、うんうん、あの、餅の食べるタイミングがわかんないとか。あそう、豆腐<れ>ね。豆腐だ、豆腐。そうそうそう。あれが,あれが、あれが手話ですもんね。そう、もう本当、もう大喜利のお題みたいなやつしか。<laughs> で今回出されているおテーマがこの前ねロケ福岡でやってた時に福岡マリンメッセっていう1万人規模の会場があるのよ、はいはい、そこになんかすごくお客さんがグッズ販売で並んでて、はい、誰のライブだろうって見たら「サウシードッグ」って書いてあってでもまあ知らんやったね僕も花丸も、はいで「サウシードッグか」っつって何分か後に「今日あれ誰だっけマリンメッセでやるの」って「えー、なんとかドッグ」とか「3」三か「とか「 全然入ってこないどうやったら入るかなって考えた時に花丸がもういろんな記憶を消していくしかないともう俺たちはパンパンなんだからサウシードッグ入れるためにはハウンドドッグ消そうみたいなことをあいつが移動中のバスで言うたんよはい <laughs> これでネタ作ってくれと <laughs> いやもう無理だよ <laughs> むずいよ <laughs> いやでも 面白そうです。<laughs> 面白そう。面白そうではあるんだけど。作る側からするとね。そう。うん、そのたま何個考えなきゃいけないってことでしょ <laughs> そう。だからその作業があるんでね。ちょっと今日はあんまり長々と喋れないかもしれないという私からの言い訳、告知 <laughs> でございましたけども。<laughs> あこうやってね、日々劇場で頑張ってますすごいです山ちゃんもね、<当>南海キャンディーズもよう出てるよね。いや、まあ、ルミネ出させていただいてるんですけども、うんうん、本当にもっとこう、漫才と向き合わなきゃいけないなっていう状態ですね。なんかツアーとかやってなかったちょっと前。 あ、えっと、なんか漫才どっかでやってたよね。漫才は、い、営業とかで行かしてもらった。りとか単独やるんですよ。あ、そう。年末に。あ、そうね。そうなんですよ。芸人になって、二回目の単独。いいこと、いいこと。そうそう、かずちゃんいいってもんじゃないから、ダが好ぎたっていうのもあるんですけど。いや、ネタ作りも大変でございますけどね。お互い頑張ってまいりましょうね。はい、ということで、じゃあ、今日は山ちゃんの今ここやっていきたいと思います。ありがとうございます。 さあ改めまして山ちゃんにいろいろ聞いていきますが、はい、ただこのコーナーってね、はい、今までどんな人生をみたいなことを聞いてきてるんですけど、はい、山ちゃんはもう割とねいろいろなとこで喋ってもいるし本も出してるから、はい、うんまあなんていうのかな質問がダブルかもしれませんけどあ全,然全然嬉しいです出身は千葉県なんですけどもでも、うん、あの生まれたところはまあ鹿児島なので一応同じ九州というのは実はあったんです。何歳までいやもうあの 生まれてすぐ、千葉なるほど、なるほど。もう病院が鹿児島で。そうです。あの、両親が、まあ、鹿児島出身なので。二人ともそうなんです。ええ。だから僕は、あの、九州の男ではあるんです、あ、本当やね。はい。いや、我々よりも血が濃いかもよ。九州男児としては。そうなんですか。僕だってお母さん福島だから。あ、なるほど。そうですね。生水の。そう、九州の中でも鹿児島はね、やっぱ九州の文化が。そうですね。え、お父さんお母さんって鹿児島弁じゃん鹿児島弁です。えええ。 わけわかんないやろいやすごいですねだからもう、うん、あのばあちゃんぐらいになるともう全然もううんうんすっごい鹿児島めに強かったんでね<え>で 兄は分かるけど僕はちょっと分かんないみたいなのがあるぐらい、うん、癖のある言葉でもともと九州の中でも鹿児島はほらいろ薩摩藩で、はい、あのなんか暗号みたいな感じでわざと言葉を変えてるからはい、はい、同じ九州でも全く分かんないんそうなんですよね、うん、伝わらないようにしてたってい聞いてだから本当、うん、そうだからあの初めて僕鹿児島出身の人に会ったのは、はい、大学入った時に先輩で一人鹿児島の方がて、はいてものすごい優しい方やったけどその方が一回なんかでめっちゃ怒ったんよ。はい その時に怒、まあ僕たが怒らしたんか,な、はい、向かってかっ,、はい、っ,っ,って言われて「お前たピンて食ってほい!」って言われて「お前たちはピンって食ってほーい!」もうピンって」もおかしいけどはい、はい、最後「ほい」って何やろうと <laughs> これあれらしいね鹿児島の言葉で。ピンが頭で、はい、まあ「ほい」がどっから来てるか分からんけど。はい もう全く独特やからは映ってないのでも僕はなんか鹿児島のまあ親戚とかと喋ってたらちょっとでもほとんどですね僕はなんか鹿児島にその言葉が変わるぐらいいてはいなかったんで、うん、お父さんお母さん家庭の中では家庭の中ではもう鹿児島ですね、うん、だからもうほん,こほんまビンタが弱いからよっていうのが。 そんなんとかもう本んそんなんばばってやられる時にあっ今か頭のこと言ってんだなみたいなでもまあ鹿児島弁も喋りながらもちろん標準語もしゃ喋るしだから山ちゃんは鹿児島弁は移らずにということね1977年生まれなんで今年で46でもうじき47になるんです47になるのそうなんですよどういうお子さんでしたか ちょっとねテレビとかも出たりとかしてんすよ、えー、小学校の時に一般のオーディションでな,なんで何のテレビ こね本当だったらお宝映像で使えるような感じになるはずなんですけど使えない理由っていうのは大木先生にさせていただきたいんですけど番組のタイトルが「田代正史の子供のおもちゃ」って番組です使えないねうん僕以外全員がリスナーさん全員が「あなるほど」ってそれに昔オーディションで受かって出てるんです小学校5年生の時結構大きいやんいや大きいですだからその自分の意思で親が言ってもなんか 僕ちっちゃい頃からなんかこう一応こう家族の中でユーモアのある子みたいな感じでエマニュエル・ボーヤのモノマネとかしてた子だったんで <laughs> それはやってこう家族からおひねりをもらってる姿を見た母親がうん、うん、これはもう本当期待のエンターテイナーになるってことで小学校5年の頃に。うんあの よくアイドルの方が言う感じですけど勝手に応募しましてですね応募されて応募されて何したのそれ記憶は残ってる残ってますあの行ったのがフジテレビも前の川田町とかの頃昔のフジテレビに行って俺知らない川田町の頃だんで昔でそこに行ってでんかこう子供たちがいっぱいいるんですけど母親と二人で行ってでもああいうとこってやっぱこう 劇団ひまわりとかそういうなんか有名どころの子たちが山ほどいるんですよ。なるほどね、小役さんがで、うん、なんかこうステージママみたいな人たちがいてね、うん、みんなも それオーディション慣れしてるから、もうママ同士は友達で、うん、で、洗練された子供たち、綺麗な服着た。うんうん、その一方ね、僕なんかこう、もう言ってもちょっとそんなに洗練されてない母親の、まあ、田舎田舎かっぽい子で、僕もなんか、我が家では一番おしゃれとされてる服を着てるけども、明らかになんかこう、ゼロ一個違うみたいな服の、半ズボンと T シャツで。想像つく、想像つくよ、なんとなく。それでなんかこう、母親が、なんか、 来る場所間違ったねみたいなことを言いながら、うん、みんながこう「お昼行きましょうか」なんて言ってバーってみんなで行くのか、うん、僕ら2人だけになって「うん、あのハンバーガーでいい?」って言って、うん、近くの,あのチェーン店行って、うん、で謝られて「ごめんね」と「うん、あんたこういうとこ本当に来てこんな悲しい気持ちになりたくなかったよね」<laughs> みたいな「お母さんはあんたがすごいと思って連れてきちゃったんだけど」うんうん、つって。 でも、もし受かったらポケバイ買ってあげるからねってポケバイあの時ポケバイ会社の。ポケットバイクそうです。え、あれ買ってもらえるって相当やん。はい。めちゃくちゃ欲しくてポケバイ。そのためだけでポケバイ欲しいし頑張るってって。で、行ってオーディションだったんですけど、その時の質問も全部覚えてます、僕。何を聞かれたのあの、5対5のなんか子供たちはフィーリングカップルのやつだったんですよ、企画が。で、いろんな話やり取りしていくから、そこを見たいんだって言われて、じゃあ僕が、 えとりょうたくん君にじゃあ質問するねってスタッフさんが言って女の子が君に毛深くて悩んでるって言ったら君はどう答えるっていう質問だったんですよなかなか難しい第一問やねその時僕言ったのが、うん、うちのじいちゃんがハゲてるからそんな贅沢なこと言うなって言いますって言ったんですよ <laughs> 天才<う>天才じゃ現るそこで、うん、あの受かったんですよ<う>それで「あいいね今 もう一回本番言えるって言われて同じこと一、はいはい、言えるって言ってそっから練習しまくりですよ、えー、そしたらまあ練習した感じの言い方で本番がもうトゥルントゥルン <laughs> 思ったより受けずに、はい、あなんかあの子供のドラマがあるじゃないですかあのちょっとこうハキハキしゃべるみたな感じでうちのおじいちゃんが 練習しぎたやつねリハやりすぎたやつね全カットされてえあカットされたえやでもそれは楽しい思い出としてそうですねんかそれでポケバイも買ってもらったこれがポケバイ買ってくれるって言ってたんですけどちょうど僕誕生日があって急に誕生会開こうってせっかくだからクラスの子たちみんな呼んでって言ってあそうだねなんて言って誕生会開いたんですで誕生会終わって楽しかったって言ってみんな帰った後に「涼太」ってどうしたのってポケバイのお金今日全部使っちゃったって言われて。 誕生,会で誕生日会に全部使っちゃった、うん、ごめんねって言われて、うん、もう言えないじゃないですか、うん、まあね楽しい思いさせてもらったから、はい、いやでもポケバイ買ってもらうってもうね、はい、スネ夫以上の金持ちじゃないとうちの学校にいた大金持ちの、うん、焼肉店の息子さんみたいで<ー>その子はポケバイ乗ってたんですよへえー、憧れてでもね なんやろ僕らの時代でいうとトランシーバーとかラジコンとかああいうの憧れて買ってもらえるやつもいたけどポケバイはマジであれはもうおもちゃの範疇超えてるもんね超えてますしかも一般のね高度走れないんでちゃんとこうコースも置かれてお金使っていかなきゃいけないし言ったら車に積んで持っていかないからそうですそうで話してるけど。通用する？ポケバイってすってる？知ってる。二十二十代のマネージャーあ。 知らないか。今、花村大吉のマネージャーがね、25歳だから。はあ。すんごいいい軸になるよ。ですね。立ってみたときに、知らないっていうか。あ、免許とかいらないんですよね。ちっちゃい、ほ子供用のバイク。もうミニバイクよ。そう。今、今、期間か。今、ないかもしれないですね。あるのかな。まあ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 はい、それを餌にやってて、それが、まあでも。でも学校の反応はどうやったクラスメートの。昨日見たよとか。いや、これがね、ちょうどそのオンエアが、夏休み最中だったんですよ。 おなるほど夏休みの頭ぐらいでそれやってであのうちの親があの夏休み、うん、多分これ千葉にいるとパニックになるから <laughs> あのもうテレビ出たらっっ <laughs> 鹿児島に避難しとこうって言って1ヶ月夏休み鹿児島に行ってー、えー、で戻ったらそんなに盛り上がんないですよね,、うん、ねみんな夏休みの楽しい思い出で上書きしてるから、はいはい あの活躍ぶりといいうか見てなです全然似てない千間沙のモノマネしただけなんで大谷城は。いや見たいな何とかねどっかの番組でねお宝映像で見たいもんですけどでもう昔からそういういつかはこういう仕事って感じで。でもそれはその時で一回終わってそっから中高とそんなに中心にはいかずひっそりとでもんかもうすごい太ってたんでまああの。 こうひっそり過ごすかななんて思ってたらちょうど中学の時になんかすごいクラスメイトで可愛い子がいて、うん、で部活動カリリウムの時期あるじゃないですかあ,るあ,る、ね、あの時期にその子ずっと追っかけてしまってて、うん、でその子はそのまま体育館に入ってって。うん バスケ部に入ってたんですようん、うん、でそれで僕もそこで一緒に入部して、うん、そっからバスケ部に入ってどんどん痩せはしたんですけど男子と女子はね、はい、同じコートで半分ずつで練習するからねそっからバスケーずーっとやってっていうの部活一生懸命やってでまあ学校で人気者がって言ったらそうでもないですしまあでも普通普通ぐらいです、はい、そのことはもう特に何もなく何もなくですねのその子はずっとこう、まあ、好きだったんで何とかしようと思ったんですけどうん、うん、僕あの 作戦としてその子の親友に相談するっていうその子の子が好きなんだけど女子って相談する人にすごく優しいし応援してくれるから親友にずっと相談してずっとその子が隠し撮りした写真くれたりとかこれいい可愛いくないとかすごい協力してくれてたらすっごいその子のことが好きになって山ちゃんがいいなとなんでこんな優しいんだろうと思ってその子のこと好きになってこの子だ 思って僕が取った作戦がその子の親友に相談するって言ってもともと好きだった子に相談し始めてある日その女の子2人が揃って話をするわけですよ山ちゃんが好きだし山ちゃんってえあんたの好きなんじゃないのってあいつ何なのってなって2人から嫌われるって事件バッドエンドバッドエンドバッドエンドでしたね血でエンドとドローンっきてねコンティニューしますかコンティニューできないねこれはゲームならできるけど っていうようなでも華やいだこともなくでテることもなくて僕ね山ちゃんってキャラもあってなんかネタ目ひがみって言われるけど意外と似てるのかなっていうのは昔から思ってて僕もそうなのよいけてない中学でそうですね代表格というかもっと言うともいじめられてたでしょみたいに言われるけどいやもうそんな自覚もなくモテてるわけでもなく。 そんなこともなく、本当も中間、<laughs> 真ん中を、<laughs> なんか上見ていいな、はいはい、で、下見て、あっち行ったら危ないな、っていうところを、こう、<laughs> うまいことをやってきた。はい <laughs> 学生生活だったけどね、山ちゃんもきっとそうだと思うよね。僕もそうですね。そこら辺のところずっとウろウロしながら、まあかといってなんか一回だけは表だったところるとしたら、高校生の時の部活動紹介で、その当時ダウンタウンさんのゴッツで、妖怪人間のあったったあれをカコピしてやるみたいなことだけ一回人前で笑いえるのは高校の部活動紹介それだけですかね。あのチームメイトとどこどれやったの？えっと僕は確かえっと松本さんやったです。僕は今田さんの方。ああもう一番難しいツッコミのところやん。 えー、やりましたねでもあのそんなに日頃からお笑いの中心にいない人間なんでみんなも変な空気になって終わるって <laughs> <んか S 1> <laughs> あいつ頑張ってるっていう <laughs> ちょっとなんか恥ずかしいみたいな、ね、高校デビューかなってみんなが疑うような <laughs>、はい、あれはどうだったのテレビとかラジオはラジオは何ナ、えー、イト あのまあ、日本放送のこのやつ聞いてて僕のクラスメートが TBS ラジオの,あの岸谷五郎さんのラジオ聞いててそれで話をずっとしたりとかそれいくつ小学生中学生高校生,です、ね、高校生中学ぐらいはまだ聞いてない、はい、中学はまだ聞いてないです、うん、高校で大カお兄ちゃんが大出か聞いてて、うん、でその兄ちゃんが「すっげ面白いぞ」って言って教えてもらって本当面白いなと思って<ー>で大出か聞き始めてっていう。うんうんうん でそっからですね投稿は頑張ってみたんですけど全然採用もされないですしテレビはテレビは僕はんか「カトケン」とかですよね。は世代的にそうかひょうきん族の思い出ってよく言われるすけどそんなにひょうきん族の思い出なくてドリフはありますけどカトケンですねやっぱ。っって今振り返たら そんな長いことやってない。ねそうなんですよね、実は。伝説の番組って言われてるんですけど、ドリフは長いことやってるけど。確か何年かしかやってないんだよね。そうなんですよ。ひょうきん族ってね。だから、ちゃんとリアルタイム触れてはいない。あとも。トンネルですね。ああ、なるほどね。うん。加藤犬トンネル世代よね。そうですね。はい。僕が、ね、山ちゃんより7つぐらい上だけど。僕らは、だから、ドリフが。ああ、となって、ドリフが落ちてきた頃に。ひょうきん族が始まって。ひょうきん族が、うんってなった時に、加藤犬が始まって。 どっちが勝つんだっていう状態のところにドンってトンネルさんが現れたっていうイメージー、うん、だからカトケンとトンネルさんはなんか同時期なイメージやそうで、ね、だからこうやって喋るとる時にいつも思うんですけど、うん、その今言った僕らが子どもの頃見たレジェンド番組に出てた人が自分の名前を呼ぶ瞬間があるじゃないですか、はい、あ,るあれやっぱなんかちょっと時間置いてすごい襲ってきません、うんうん、てかさん,まさんが今、はい 山ちゃんっっっててて普通に言たたなな笑、うん、タカさんが「電話くれた」とかあとうちに「トンネルズ」来た時もあったんですけど <laughs> 実家にあったねそういうコーナーもねやっぱうちでめちゃくちゃするんですよあの2人が蛇、うん、放ったり長袖したりとかしてうん、うん、それが僕あまりに嬉しくて。うん 全然もう嫌ではないなくてでも芸人としてはやなきゃいけないっていかないけないですけどそれもいけなくてマッコイさんから呼ばれて成立してないよじゃあっつってもっといかないとだこの後とヘビ出るからってあの人ヘビ好きね赤股赤股好きなんですよあの人瀕死という赤股が好きいやでもあの先週ちらっと話になったけど芸人ってねいろんなタイミングで自信失うけど私意外と心の揺りどころにしてるのそこなんよ <え>いやでもたけしさん俺のこと知ってんだよなとかはい、はい、タモリさん俺のこと認識してんだっていう思うとい<や>もうちょっと頑張れるじゃないけど自信がちょっと復活できるいうか,、ねなんかね、何言われてても、うん、このなんていうんですかこの気持ちってないじゃんって思うんですよ僕前はその言ってきてる人たちに何を言われても「いや俺,俺こんな幸せな気持ちお笑いやってたから味わえてんだけど」っていうのはうん、うん、僕もそれ結構よりどころしてて。うん タモさんとかがなんかいじってくれたとか自分にあだらくれたとか本当にそれは思いますねなんかさんまさんが褒めてくれた日とか僕すっごい忘れないですもんこの前たまたまあの別現場で僕はアウトデラックスのスペシャル会が撮って工場委員会やっててでさんまさんがいらっしゃったからもうあの。 顔だけ見せしててもらいいたなと思っすいませんさんまさんっつって僕別の番組なんですけど楽屋ばり見てご挨拶したくてって言ったらさんまさんが「山ちゃん今日もどうせ笑いとったんやろ」みたいなこと言って「いただいちゃいました」頼むで、じゃあ」っつって「ほんま頼まーす」って言ってあれも言ってもなんかちょっとして軽いねジョークだと思うんですけど。 結構他の失敗それで覆い隠せますもんねかっこいいですよ。花壇どんたくの話またしますけど、はい、あれ結局さんまさんを呼ぶにあたってはさ我々の頼みだけでは動けない、はい、会社がまずスケジュールを固めないといけないから裏で会社が固めてくれて。 全部決まっった後後に最後花大ささん挨拶行ってくださいと、はあ、もう先に行くとさんまさんが出るって言い出してああ動,かせ動かせなくなるからもうそれまで黙っててくださいって言われてで結構時間かかってもう本当にさんまさんが動かしてくれて行けるってなってである日の「さんま御殿」の収録に、はい、何の用事もないのに日本テレビに久しぶり、はい、花村と二人で行って。 あの楽屋がある11階かなはい、はい、階の受付のとこで2人でずっと待っててさんまさんが来たら「この度ありがとうございます」って言おうと思ってんでしばらくしたらさんまさんが来られましたと「はい、さん今です」って言うからバッと行って「サマさんまさんすいませんどんたくの件なんですけど」って言いかけたらさんまさんが我々をパッと制してもうリハは終えてますか<ー>めちゃめちゃかっこよかった。かっ かわいい何するかもちろん決まってない何するかまんまかねもうリハは終わって,終わってますから自分の中でボケのプランみたいなのが全部こう練りあ、うん、けた後なんですかねうもうリハ終わってるからいやあれはかっこよかった今のほんとに銭形の「あなたの心です」と並ぶぐらいの「<laughs> 並ぶカリオストロの城」のラストシーンに並ぶぐらい、はい、いやあれはしびれたなしびれますね<れ> で頼ますってそのまま<っ>楽屋に行かれたから頼んますかっこいいんですよねかっこいいよねああいう先輩になりたいね<ー>なれないでしょうねなれないね <laughs> 私なら恩を売るね本当 <laughs> よ大変やったよスケジュール合わすのとか <laughs> すぐ言うもんそうですね <laughs> <laughs> 僕,もあの僕は言わないにしてもちょっとマネージメントの方から <laughs> の実は陰で山里相当動いてましたっていう話は伝えてよっていう <laughs> <laughs> 何かしらの工作はするよね我々ぐらいけどね <laughs>、えー、いや見習わねえかまあまあそんなね、はいはい、話もしながらもじゃあもうお笑いとかが、はい、まあ普通に好きな好きでしたねもうってもちろんごっつ見て、うん、でもお笑いすげえなーと思って、うん、でも高三ぐらいの時に 就職とか、うんまあ、学校進学とかどうするかって上で,、うん、でうち高1から高二になるときに文、うん、系理系選択ってあって僕その当時、うん、あの母親がずっと松本教師に勤めてたのを営業で、うん、薬剤師になろうと思ってたんですよずっと。 2年に上がるときに文系に僕の好きな子がいたんですよ。また。はいうん、うんで。その子と修学旅行が、うちでかいマンモス校だったんです。千葉経済大学附属高校って言って、うんうん、でかくて、うん、あの修学旅行が2段に分かれるんですよ。<ー>で、理系と文系だと分かれちゃうと思って、で、自分の将来すぐ捨てて。<laughs> 修学旅行を一緒に行きたいから。行きたくてそのこと。で、修学旅行で告白しようと思ってたんで。お<ー>で、選んで。文系にして。うんはい、でそしたら、やっぱ、 あの進学の時に路頭に迷いまして <laughs> あれってね <laughs> 夢もないし別に修、はいはい、学旅行は楽しかったね修学旅行もですね、うん、あのうち2段に分かれなですけどその子文系でも文2ってクラス行たんですね、うん、で僕文1を選んでたんですよ、うん、で文1だけと文2理系っていう段だったんですよ、うん、あら 理系にいればそのこといけたのプラスですねこれは本当神が怒ったのかと、うん、うちの母にずっと約束してた薬剤師を裏切ったことが間違ったのが <laughs>、うん、修学旅行で理系のダンスに告白されて付き合ったんですよあらサッカー部の子あら地獄でしたねバスケ部よねその僕バスケ部ですあらサッカー部のめちゃくちゃいけてる子でした正直でも山ちゃんも可能性はあったという自己採点やろ ドイ軍なんだからそのドイツ軍学校のエースねサッカー部何やっても受けるしめちゃくちゃ男前で1軍でちゃんとスタメンだしかたやバスケ部でそんなに受けてるわけではなく他のチームから「いな中」って言われたそんな「い中来たぞ経済の」ってんかお察ししますはいそんないやでもねほら告白されてなかった たわけやんはいその時はね、はい、もし修学旅行先が違ってたらね、はい、だから運命のいたずらよねよ本当に私も高校時代とか彼女いなかったけど、はいはい、でも逆に考えたらもし10代で彼女とかできてたら、はい、人生全然違うよね変わってたと思います本当にまず勉強なんかしてないだろうしう、はいうん、まあ逆にしてたっていう可能性もあるけどはあだからその子と同じ大学にいたってなったいう可能性もあるけど僕一番思うのがファミコン うち貧乏やったからファミコン買ってもらえんで、はい、ずっとなんか MSX っていう要はパソコンのゲームで遊んでたから <laughs> 熱中しようがなかったのよ。<laughs> <laughs> 話も合わないでしねえかっ友達誰もやってないから。<laughs> で高3になって大学推薦入試で受かっ もうやることなくなって秋ぐらいから、はい、で暇やから何しようかなと思ったら同級生がそれこそバスケ部の仲間が「はい、ファミコンうちにあるよもうやらないから貸したろか?」って言われて借りて、はい、そこで初めて本格的にファミコンに触れて、はい、もう廃人になるぐらいまでやったもん <laughs> <laughs> 高3ぐらいやったらソフトで何になるんですかのえっと、ね、いやもう昔のやつグーニーニズとかね<あー> <laughs> うんまあ、もちろんスーパーマリオとか、ム <laughs> ーニーズの最後の海何回見たか。めちゃめちゃ見た、海。やばい、20代のマネージャーが、ああ、もうポカンとしてる。<laughs> 諦めた笑顔でわかんないって首振ってるけど、あの時に、あ、よかったと思ってこれ、小中で手に入れてたら、俺もう勉強も何もしてねえよと。 ハマりやすいタイプだとし、いうんですよね。あれはハマってた。だから人生のね、そういういたずらというか。いや、そうなんですよ。運命かもしれんね。すべてが今自分で、わめちゃくちゃ楽しいって言ってることが多いときに、あの過去の自分が今マックス地獄だと思ってるのが、全肯定されてるじゃないですか、あう。そう、ってたんだなあの時第一志望の高校、僕、その、好きな子を追っかけて、僕、高校受験も好きな子を追っかけて失敗したんですよ。ストーカー気質かすごいね。せめてトラさんって言ってください。いい言葉。 分かった忘れていやほんで中学の時もすっごい僕勉強できてあの、うん、ほん当に学年でもこうトップ10とかずっと入ってったんですで町の,の夫婦がやってる塾にずっと通っててそことすごい相性よくて、うんうん、で勉強やっててもうすごいテストも上がってて県内でもいい高校うん、うん ってるうふうになった時に僕のその当時好きだった女が、さっき言った追っかけてた子なんですけどバスケ部の子が駅前のめちゃくちゃ進学塾通ってるって言ってその子と同じクラスに行きたくなってさんざん世話になった夫婦がやってる塾を死の後の言い訳つけてなんかちょっと俺の扱いが悪いんだってこと言ってやめて。 そっっち行て特待生コースにその子がいるっていうから特待生コースの試験受けて受かって特待生東京有名で私立系コースに入ってその子が僕もそこをかけてたんですけど僕目指してるのは千葉県の公立だったんでテスト範囲が全く違ってですね受験の時に全く対応できなくなりまして。 ぐんぐん偏差値が下がり。<laughs> 塾で学んだものが何も生かされず、はい。一、はい、つも生かされないっていう状態になって、うん、どうしようってなった時に、うん、あの、千葉経済っていうと、まあまあ滑り止めとかっていう、ちょっと失礼なんですけど、うん、その時も第一志望じゃなかったんですけど、うん、行って、でもそこで、 お笑い目指すまで至ってじゃあもしもその好きな子を追っかけずにご夫婦の塾通ってたら多分千葉県でもトップクラスここもうちょっと上の高校行って、はいて人生が人生は全く選択肢も芸人とかになってなかったと思うし、うん、ねえ不思議なもんよねで,本当にあでも芸人をなんとなく思い出したのはその文系に入ってから文系に入って、うん、で高3の時に、うん、その ラジオめっちゃ聞いてる友達がいてその子すごいセンスある人だったんですよその人が一言だけ「山ちゃん時々面白いね」って言ったんですだからお笑いもありかもねって言ってでなんか特別な人間になりたいっていうふんわりとした動機だけあった自分にお笑いって選択肢がむちゃくちゃ綺麗に見えて俺お笑い目指すわって言ってで養成所があると私もねそれに高校出ていくっていうふうに決めて で、高校出ていくって言ったら、親から止められて。そら止めるやろ。あんまり今まで一緒に暮らしてきて、そこまで面白いと思ってないんだよねって話をぶっちゃけで言われて。<laughs> まずは実力の境から、はい。<laughs> 家族としてアドバイス本音で言うけどそうでもないそこまでではない似たようなことは私も言われましたけどそれはそれこれはこれだから心配してるんですね親ねいやだってそれまで勉強頑張ってさちゃんと親の言う通り来た子が急にお笑いって実家出るしかも大阪の NSC やそらだったらせめて大学行ってくれと大学もその 地元の人たちにどこどこ行ってますって,時おってこう時「ちょっと「いいあーあああが返ってくるぐらいの大学だったら許すって言ってカンカン同率ってのがあったんで大阪にはそのカンカン同率のどっかだったら行っていいってなってそ東京なかったんだよね NSC がいや東京もあったんですよあった,のあったんですけどいやこれがまたね僕がもし高校出て一発やったら東京一気なんですよ おお、品賞とかと一緒かもしあの方々と同期だとしたら <laughs> もう大切いやそうね恐ろしいって知らないですもう後出しじゃんけんやけど、はい、あの時代の東京吉本だとはい 2ヶ月でやめるよ多分ねいろんなもいろんなこと聞きますけども無理です昔の伝説というか無竜伝聞くと武闘派が揃ってるからねだから本当に東京の5期ぐらいまでの方々のハートの強さえげつないっすね極楽魂と言いましょうか極楽スピリッツがでもだからじゃあ東京はあったのは知ってたけど知ってたんですいやその時知らなくて知らずにでダウンタウンさん見てたんでやっぱお笑いで大阪でっていうことで でもカンカン同率もそう簡単に入れんのよねまあ1年浪人しちゃったんですけどねやっぱりちょっと地元ではい浪人してで受かって翌年に浪人時代何してたの浪人時代は実家だよねはい実家ですのじゃないそうお笑いのために何のためにやるんだっていうでもそこはもうほとんど自主室にいてめちゃくちゃ勉強してたんでまあ 本当に学力が高校で全然勉強しなかったんで落ちちゃったんでそれを取り戻すやつで1年で取り戻して取り戻してもうあの予備校も東芝ハイスクールっていう千葉県にあったんですけど宗様先生のねそれの千葉駅前のとこに行っててもうオープンから最後までラストまでえ自習室ずっと行って勉強してみたいなでんかすげえキャッキャ騒いでるちっちゃいんか ななんんんだだあいいつはと思っったたたら猫猫さみもん一緒やったへえー、で僕そこでそこでずっと勉強してバイトしての繰り返しで1年で 1> いろんなね地元でほら高校卒業して浪人って誘惑があるやんありまねちょっと遊び行こうやとか、はい、車の免許取ったやつもおれるしはい、はい、ねちょっと、ね、夜の街行こうやとかでで時間がたくさんちょっと余裕があるから浪人ってまるまる年勉強使えるじゃんっていう余裕からサボりそうだったんですけどでもなんか変にお笑いやるんだみたいな熱が 熱くってもう来年は大阪行かないとっていう,、はい、そ,うですそのためには、うん、そのための受験勉強だから、うん、サボってるとどんどん遠のくぞみたいな感じで<ー>まあ勉強を頑張ってそこはすごいね、はい、で受かって行ってみたいで,、うん、で大学大阪大学関西大学,関西大学で関西大学行って。 当時はさ先週の話続けないけどお笑いサークルとかなかったあいやえっとお知見があるんですで寛大はお知見も結構有名で結構そこからお笑いやってる人もいるよ本当のね落語家さんも多数出たねでなんか喜劇集団みたいなのあるんですよ劇団でお笑い寄りの劇団もそことか入ったりしようかなみたいな思ってたぐらいだったんですけど でもそことか行かず。いざ大阪引っ越して。引っ越して、学生寮だったんで僕。その、完売ってすっごいリーザブルな学生寮があって、月5000円で、あの、はい、あの、2食付き。5000円でちゃんとしたご飯出んのちゃんとしたご飯勧誘2個とかじゃない大丈夫それ別に、あの、収容されてるじゃないですか。ないのね。え、すごい仕組みやね、5000円って。で、えっと、それで、そこに。で、まあ、相部屋なんですけど。相部屋はい。 しかもあの、学年違うんですよ。ああ、先輩とか。全部先輩と、住んでうん、うん、みたいな。何人部屋?。僕三人部屋です。うわー、は 相性もあるよねきっとね僕は本当にすっごい優しいかったねまあでも最初に入った段階で一回オリエンテーリングって言って学校の歌全種類を覚えるまで大絶叫で歌うっていうのがありまして学生寮ならではの行事ねそうなんですよんかこうその周りをスカジャン着たバット持った人がうろうろしながらね野球の試合でもあるのかしらあす以降 そうこれどこで振るで野球しなさそうなね人たちがアルコールの香りもほのかにさせながらまあねもう成人してますから先輩ともなるとそうですよねまあ本当にもうちょっとぼーっとしてると「お前もう歌覚えたって顔しとるの」みたいな「おあじゃ前だって」っつって「歌え!」っつっていって歌えなかったらもうその頭すれすれのところをこうしないがバーンってきて「どこへ来るな」っ 結構厳しめの本当に夏そういう時代だったっていうのもあるんですけどそんなんでそこでもんか自己紹介に芸をやるみたいなああるあるあるうんうんで芸を合格しないと入学式行けないみたいないや厳しいねで何かこう僕は夜中にでもこっそり先輩たちがアドバイスしに来るんですよお優しい先輩というかみんながおいっつって今寮生の中でうん パープロと下ネタやってっから折り混ぜたらいけるぞみたいなそういうアドバイス頂いてでそれを使った下ネタやって低くぐすべてですねパープル下ネタパープロ下ネタです女性のこうんていうんですかね繊細なところをミートカーソル5みたいなことですちょっと行動すぎたかなちょっとね両性には行動すぎた逆分からんこと言えないこれ この辺馬鹿にしてんのかみたいなでも下ネタはもっと分かりやすくみんなが知ってるキャラでやれっていう次の日の夜教えてもらって最終的に合格したのはエッチなドラえもんで合格しましたわかりやすいねドストレートなドストレートなポケットからアダルトグッズを出すだけのそれで合格でいってよし入学式いってよしおい天才が来たぞどういうレベルなそこの学生寮 はいでも留学して同時に NSC 入ったいえそっから2年生までずっと大学寮と学校のサークルも入ったりとかしてまあバスケサークルとかそうですバスケサークルでもまあ謳歌して楽しくて大学生活でもやっぱどっかであもういいかもってで僕学生寮で寛大の職員さんとかも仲良くしてたんで寛大の職員さんが「山ちゃんもしあれだったら職員にならないと」 就職活動とかもほらいろいろあるだろうし山ちゃんだったら職員いいよ即よと。だってちょっとイラしてたんですよなっちゃおうかなって楽しいし女子とスノボ行ったりとかもしたしいいですね大学生したんでいいかななんて思ってる時にうちの部屋の部屋長さんが「お前お笑い目指してきたんだよな」みたいなそういうか言ってたんだよね。 どっかでも「いいいいいと思ってないみたいないやそんなことないですいつか目指したいと思ってますて」うんうん、いやお前のいつかは絶対来ない」っつって言って<う>でバンと僕の前に「うん、これすぐ書け」って言って出されたのが ADC の画書だったんですよ。これ今書いて「今から俺の目の前で出せ」っつって「ええと」「いや、うん、でも気持ちが成立するいや出せっつ」って締め切り近いしって言って、うん、出されて、うん、でそれでオーディション受けに行くんだったんです。 その先輩仲良かったその先は本当僕のお兄ちゃんみたいな人ずっと今もこの前も香川に住んでる人なんですけど香川でライブやった時に今来てくれて僕が大学時代に事あるごとにずっとワゴンワールに乗ってですね失恋したって言ったら「車乗れ」って言って車で買わせてから先輩の好きな音楽のかけながら二人歌って「うまいうどん食いに行くぞ」って言って瀬戸大橋渡っていくみたいな青春の先輩でその先輩が。 出,せ出して<う>ででも僕22期の前21期の時になんか噂で「本当に狭き門だったよね、うん、C は」って聞いてて、うんうん、ですごい緊張してでもオーディション行っても別になんかお笑いやってたわけでもないですし、うんうん、で僕も何か何やったかって言ったらあの本当バイトの面接みたいなコメントしか言ってなくて、うん、なんか自分の PR ポイントあるみたいなこと聞いた時に「うん、あの 私は大学で学生寮におりましてうん、うん、え上下関係はあ本当にあの厳しく教えていただいたおかげで <laughs> そういうところではしっかりとした自信がありますみたいなことうん、うん、それだけで面接終わったんでもう入社試験以下だよね <laughs> そうですよバイト面接だよねに、ね、それでもギリのやつでもう落ちたなとこれは無理だと思って、うん、で帰って「すいません全然ダメでした」みたいなこと言って「うん、あそっか、まあ、また来年頑張れや」みたいになってたんですけど、うんうん、でその 先輩たちが卒業するときに、卒業の追い込みみたいなときに、先輩、そのうちの部屋長さんが、いや、俺の夢は叶ったと。本当に北斗漁のみんなと楽しく過ごして、で、まあ自分の大好きな仕事に就くことができた。夢が2つあって、1つはそれだと。もう1つはって言って、俺の弟がスターになることだと。それが叶うことになったって言って、その人が共同ポストなんで、そこに当日さ、合格通知を見せるっていう。すごいドラマチックやね。 頑張れおめでとう亮太って言ってそこで僕初めて合格通知を見るんですへえで NSC に行くことになるんですけど大学と閉校しながらで後々聞いたらその年ほぼ全員受かってるんですそうねお金さえもらえれば吉本はねちょうど劇場作ってお金ないから落ちたのはですねその当日に来た全身タイツにスーツって書いてた人だけ落ちてました この人だけは吉本の嗅覚なのかなこの人からお金をもらっちゃだめだって思ったのかなへえそれ以外は全員ほぼ全員受かったってあの久保田とか来てないのに受かったっつもうね申し込んだだけでよかった応募者全員プレゼントぐらいの勢いでででもそのシステムのおかげで言った22二は豊作なんていうも言われますね本当よねいやすごい金庫いて筋肉がいてうんでも あれかねでも今の話って足りない2人とかでもやってたのかなごめんね。いや、えっと、あの、ドラマとか。ドラマでちょびっとだけその時にやってたんですじゃあ、ディテールは、うん、なかなかね、初披露だったかもしれんけども。ああ、そうね。そうですよ。いや、足りない2人とかね。僕は正直見なかったの。ああ、わかりますわかりまなぜかというと、もうちょっとね、なんかほら、身内やから。山ちゃんも、若林君も、なんか僕の中では身内やから。はい。なんかね、なんかね、 なんか恥ずかしいんじゃないけど。そうですよね。なんかね、なんかこうしてみるかじそ <laughs> うん、ただ指の指で指で隙間からね。うん、うん、なんかねっていう。エッチなシーンになってきたみたいな感じの。<laughs> <laughs> でね、まあある程度脚色もされとるやろうし、はい、ね、いろいろなね。 ななんだろうな言いづらいけどなんだろう、うん、売れるまでは売れてからも大変じゃない、まあ、この世界っていろいろあるから、はいうん、だからあんまりちょっと知らなかったんでねちょっとずっと聞いちゃいましたけどでも本当そういうね兄貴的な先輩が寮長にいたっていうのもねいや本当にお世だよね、はい、だからその人が言わんと書いてないやろうしねいや書か,か,かなかったですねほ、うんあに大学デビューなんでめちゃくちゃ。うん、<laughs> あのす 恋楽しかったんです、大学。あの、僕、花柄のシャツとか着て学校行ってたんです。ヒゲも生やして。うわ、ー図に乗っとるね。で、あの、ちょっと奇抜な空気を出すために、一本場の下駄で行って決まりました。これは。これは、これはやね。これは、はい。で、あの、タイトな、まあ、柄物のシャツ着て。こう、ちょっと伸びる素材のパンダのみたいな履いて、僕、あの、サークルで。トータスって呼ばれてたんです。 どうですかよねプロとなった山ちゃんが一番毛嫌いするアマチュア大学生かもしれんね全力でそれやっててもうこれでいいと思ったんですけどもねいやでもそれはそれでねすごく楽しいねかけがえない思い出だけどでもそっからなんだよね NSC 入ってその伸びた花というか立ってた一枚下駄が幕末におられるっていうね いやそりゃそうですもう入ってやっぱりもうもうダイアンはもう完成してましたしらしいねはいめちゃくちゃ面白かったしでその時にダイアンがいてグリーングリーニンニンマルミッシングボーイこの4組が4月からずっと MVP 取るんですよこのね残りの3組がちょっとは始めましてなこれがでも全員知ってるんですよもう後の誰かだよね グリーングリーンのボケとニンニンマンのボケがこれ組むんですよ。これがキングコングなんですよ。ええ、そうなんだ。で、ミッシングボーイっていうのは岩部ですね、武将様です。おお、ミサイルマンの。もう、神竜みたいなマネしたんですよ。ええ。ここの4組が圧倒的で、そこに今度は中山航太のコ合い入ってくるんですよ。4っていうコンビなんですけど。 ももう先生たちかららお墨付きをい続けるんですでなんなら「キングコング」なんかネタ見せてホワイトボードに見てもらいたい順番書くんですよ「キングコング」なんか一番最初「キングコング」って書いてみんなが書き終わったら最後にもう一回「キングコング」って書いててで「おキングコング」なんか2回書いてあるぞって先生が言ったらいやもうどうしても見てほしいネタが2本あってみたいなこうってマウント取ってくるねそうなんですよ 実際ね在学中に賞とか取ってるんあれはもう不愉快でしたね <laughs> いやあの自称シーンを授業で見せるバカ先生がいたんですよ本当に、うん、見ろお前らっつってこいつ金払ってなんでこんな落ちてんだこの野郎と思って <laughs>、ね、でも俺後から聞いたのが今もうやめたんだから佐賀住松芸人に日の光友っていうのがいて、はい、はいはい同期です僕そうよね、はい、山崎友っていうやつ、はい、当時ね 実は22期の中で一番最初に超合金っていうテレビで出たのはこいつですよね。一番最初に売れたのはその「日の光とも」ですね。超合金でもう本当に藤原さんにはまってもう純烈ラグラガンガン出ててでも面白かったんですよあの風貌でね「半芸半納」っていうね新しいやるのもうね鼻っから芸人で成功しようとあんま思ってないのだって大事なのは農業だから。 だから日の光っていう福岡のお米のブランドがね今芸名になってるけどそうでしたそうでしたそうで筋んもそう筋肉もその頃にもともと NSC にいました田中中山ってコンビを組んでたんですけどそれが解散したんですよ田中中山はそんなあの全然だったんですけどある時 NSC 中に変なおが流れて「中山庄二っていうのはやべえぞっつってきん筋肉の本名はい っつってピンで筋肉のネタやっていやつがいるっていうのが噂流れてからそれこそ急にテレビとか全然オーディションとか飛び越えて「しんすけくん」ってあの当時あった番組とか出てホームラン打ちまくってあっという間に筋肉番付行ってで今にいたらですもう完全に今はいろいろあって吉本から離れたけど何も変わらないですずっと一緒筋肉はね 本当、いい意味でも悪い意味でも何も変わってないですね。筋肉のあれ知ってる指回しの話。あ、知ってますあの、ナイトスクープのですね。ナイトスクープっていう話。めっちゃ速いっていう。そう、指をこう、指をこう両手で組んで、こう、くるくる回すじゃない。あれのスピードが僕は多分世界一速いっていうネタで、ナイトスクープ出てんのね。福岡、福岡の高校か大学の。福岡なんですよね。福岡、福岡、隣町。隣、隣町。そうですよね。だから本当タレント揃いで。そうですよ。 中でも本当言われてたのがダイアンダイアンですねだから結構早めに福岡の劇場とか営業にもよく来ててはあだからもう面白いのはみんな分かってるけども、うん、なんかこういかないなっていう時間かかる何年目ななその山ちゃんたちの世代がはい僕ら、ね、2000年なんで24年目ですか、ね、24年目でもここ23年やろダイアンって売れ出していやそうですよだ今日も来る時のタクシーであのね前に出てる画面のはい、はい、コマーシャル ダイ率って高いよね今日もなんか新しい CM なんか AI がどうのとかいうのをダイアンでやってたけどいやそうなんですよいややっと売れたよねでも本当とみんな言ってましたもんねダイアンがってだってすごいなと思ったらもう笑い飯さんキリンさん千鳥さんとかが m 1でホームラン打って千鳥さんはホームランっていうか爪痕をねざっくり残されて。 自分にも、うん、会場にもも会場でも言ったら大阪はもうそのなんかもう m 1ですごい輝いてる人たちっていうのがもう一番前世の時があって劇場うん、うん、それこそ僕らも今2000を出てるんでうん、うん、その時にベース吉本がもうそんなの関係なくごっちゃごちゃもう誰が面白いか決めたらいいっていうなんかトーナメントみたいなやったんですよ漫才とか漫才コントなんでもいいとでその優勝したやつにこの劇場任せるみたいな。 やった時にもうイケイケの笑い飯さんとかイケイケの金さん千鳥さんを抑えて優勝したのダイアンですからね圧勝したんですよ全然他の仕事してないのにで、それの時に負けた時にあの笑い飯さんとか金さんとか千鳥さんが全くもう納得って言ったもうダイアンならしょうがないまあまあそれはしょうがないわ今日のダイアンだっていうでダイアンに任せられた任せられたんですよしてやっぱ劇場あんまちょっと盛り上がったそりゃそうだよね キリンチドリ笑い飯が見たいんだからね。お客さんはね。<laughs> ダイアンではないね。実力しかない奴が勝っちゃったから、<laughs> 変な空気になったんですけど、ね、でもそんな男がついに、ね、今まで実力を全て覆い隠す鼻のなさが言われてたのが、もう今、鼻すごいじゃないですか。ツ、うん、田、うん。なんか、化けたよね。思いましたよね。人か、二か向けた。 何なんすかね、うん、今やけん言っていいと思うけど23年前かなダイアンが東京来て「はい、さあこれから」っていう時にノブくんと飲んでたの、はい、で津田くんに電話したのノブくんが「はい、だ津田くんが今ちょっと別で飲んでるんでこれ終わらしてすぐ行きます」って言って来たの、はい、でな何か先輩と飲んでたのかなとか言って「はいはい、悪かったな」とか言って「ごめんごめん来たから誰と飲んでたの?」っつったら「あ女の子と」って。 普通にあいつが言うたんねだから分かんないけど1対2で飲んでたと「どこで?」って言ったら「もうテラスのある居酒屋みたいなとこで飲んでまして」とか言うからめちゃめちゃ怒ったのようう僕とノブくんで何もなかったというのは分かるよそのテラスで飲むぐらいだからでもここあなたね既婚者で子供家族を置いてお大阪から来てるっていうのでテレビ出てる段階で。はい こんなことはもう絶対したらいかん。はい、っていうのをコンコンと言って、はい、信ブくんが強めに言うたんかな。そしたらもう後半、もうほんと花大どんたくのあの時と一緒を逆切れしたして、<あ>もうええですやん、もう <laughs> 俺の話はって言って。<laughs> 二人にはね、もう分からへんのですわ、僕みたいなものの気持ちは。<laughs> いえ<や>、もうええんですよ、僕なんか<そ>とか言って。<laughs> それは、もしね、あの、 大ささんとさんとノブがスタッフさんとかに、うん、なんか理不尽な扱いを受けたからって噛みついてる、ね、津田にうん、うんね、言って、うんうん、それでもなスタッフさんとはって言ってんだらその切り方わか,かるやんお姉ちゃん遊びでしょ <laughs> よ誰がお前テラス席で飲む芸人かおるんやこのご時世っつって <laughs> もうええー、ですもう,もうすんええことあるかもう,もうええー、ですもう俺明日も遊びますとか言って何 <laughs> だ その時の津田君の笑顔がね、当時公開されてたジョーカーと同じだった、<laughs> だからジョーカーの顔してるからもうやめろとか言って、だからあの時ね、もう、まあ、なんとなく笑いで収まったけど、内心この子は時間かかるかもなとか思ってたけど、まあある程度かかっ,たけど、ね、かかって、でももうスタート切ったら止まらないですね。うんうん、ね早いよね。はあ こんな感じでねどんどんねうちの後輩にもね続々と世に飛び出していってほしいななんてそんな先輩心を最後にねちゃんとアピールしながらもうそろそろ時間ということで山ちゃんちょっと喋りたいないこともね多々あると思うのでちょっとまた是非もちろんもちろん是非あと機会があればタイミングがあれば山ちゃんに来ていただいてこれをもってようやく。 土屋レオさんにオファーをかけたいと思います。あ、よかったです。やっぱ、大輝先生気づいてましたうん。先に呼ばれたら僕はそれはもう、<laughs> 大輝先生にはお世話になってるから行かない刃が全部土屋レオに行きますんで。<laughs> あ、もうこれでなんもなく、レオさんはもう順位つけてるわけじゃないけどね。はい、もう礼儀として、玉結びの歴史として、レオさんは最後だと思うんで、でねはい、いよいよ次回あたり、土屋さんにお声がけしたいと思います。<laughs> <laughs> ということで、ここまでのお相手は博多大吉と、南海キャンディーズ山里良太でした。ではまた。